はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。ハチハチの原宿フタダークにやっていきましょう。いや面白くなってきたね。いや本当この推理物と推理物アドベンチャーとコンピューターってめちゃくちゃ相性いいよね。今度チャット GPT あたりにシナリオ作ってくんないかな、あれねえ、ゲームの記録しておきましょう。はい、続きましょうね。他の調査の依頼、あ、違う、ごめんなさい、忘れました。アリバイのね、2ですわ、2の捜査をしとかないと。今岩倉刑事が調べているその結果についてはもうちょっと待ってくれ、柏木さんね。これよりリカも同じ証言をしている、その隣の平井さんも時々話が、うん、これは白なんですよね。だから、飯森さんは違うんですけど、でも白だね。うん、ソバージュに行ってと。で、倉吉さんと柏木さんは白なんですよ。二人一緒にいたんで、それを平久さんも証明してるんで。で、平久さんは、うん、このアリバイ2においては白だろうと。で、篠宮さん、この人は両方あれなんですよ。戻れるかどうかっていうね、のがあるんで、一番遠くにいる人なんですけどね、当時に。次は安住さん。他の刑事が調べてる。ドルチは両方ともグレーなんだね、まだね。はい、光月さん。これ白ですね。お、何？ああ、そうかそうか、手術に携わっていたわけでもないから。彼が途中で抜け出してもわかんないと。いや、でも白だろうと。で、君原くん。バイクね。ただ、アリバイはないと。はい、沢子さん。彼女は白だね。で、楠田さん。白だね。で、君原さん。よし、分かった、調べておこうと。角谷さん。彼はずっと家にいたというと。家人や看護婦は、その証言を裏付けてと。あ、白だね。ただ、確実な白ではないと。だから、要は、家族以外の、血族以外の第三者が見てないといけないような感じなのかな。みすずさん。カノさんね。これは夜のお店で働いてるというんでね。でも白だろうとなくてんだね。はい。じゃあ他の調査の依頼ね。ゆかりの車の操作。今調べているがまだ見つかっていない。ナンバーは分かってるんですけどね。誰かが乗せて乗り回しているんだろうと。子供の変死体。当の事件以後の、後に起こったと思われる子供の変死体事件は4件もあるんですよね。まだ1日ぐらいしか経ってないはずなのに。しかし今回の事件の関係者に結びつく例はなかった。カツラの調査。カツラは今調べているが、それほど特徴のある商品ではなく、これといった手がかりを得られないなと。引き続き調べておくから、また後で聞きに来てくれと。となったら、あとあれか、鑑識は何もないか。鑑識は何もないよね。結果、カツラ、ジャケット、95% でね。え、布切れ、で、モーリさんのメモ、で、写真A、卵細胞ね、シャツの袖、で、この大型の血がついてると。で、しかもこれは被害者の血とは違うという話なんですよね。だから、犯人のものかもしれないという形で。しおりの本、今調べているので、もう少し待ってくださいと。はい、被害者のこと聞きましょう。死因は失血死、大量出血だよね。ゆかりさんは？あ、ナイフで刺されたんですよね。突起事故なんかある？大型の血液の人間で物であると。彼女が殺されたのは発見現場と断定されました。それと犯人と争ったらしく、被害者の爪に皮膚が詰まっていました。調べた結果、それは大型の血液の人間のものだと。逆に、モリさんの突起事故は？被害者は殺される30分。ラーメンね。髪の毛に人工毛髪が4、5本ついていました。これは明石神宮で明治神宮だ。ごめんなさい。警察に届けられたカツラの毛とその材質、減り具合から同一のものと。それだけか。何か借りれるの？いや、もう借りれるもんないよね。ないですね。これいいですよね、本当ね、フロッピーだから。
これテープだったらえらいことになるよね、本当に。テープだったら移動するために多分ね、読み込み始まると思うんで。まあ、テープでは現実的じゃないですね。そう思うと本当に、エニックスさん、ウィングマンよく出したね。移動するたんびにテープピーヒョロキャラだったもんね。よくあれをテープで出す気になったもんですわ。ね、88ではなかったですね。P6 だったかな。P6 か MSX で私やりました。うん、テープピーヒョロキャラでしたね。移動するたんびにね、もううんざりしましたね。じゃあ、操作に行きましょうか。さあ、じゃあどこ行こうか。あ、ジャルダン。ジャルダン行ってみるか。6丁目だっけ？違うね。5丁目？あ、ジャルダンそうだね。フルーレも寄ってみようか。せっかく来たから。はい、挨拶しましょう。はい、また何かと。相手のこと何かあるかな？いや、別に何もないね。他の人のこと聞きましょう。はい、毛利さん。存じ上げません、存じ上げません、存じ、誰もダメかな。日比野さんって誰だ。あ、フルーレの記者の方ですね、と。感謝しています。存じ上げません。ソバージュの社長ね。まあ、会社ぐるみではやらないよ、と。ソバージュさんのデザインを盗んだということですね。まあ別に殺された二人ともよく知らない方たちですし、うちが事件に関係あるなんて思いませんけど、と。クローンですか？さあ、業界の不調か何かでしょうか、と。会社のこと。あ、当社はね、と説明ですね。見本の服。バイヤーがね、工賃も高いんです、と。気合い入れて作るんでね、受注に関わるんでね、受注できるかどうかっていうことだと思うんで、取引相手、何かを見せる、ダメだろうね、これ。あ、これはパタンナーが作ったような服ですね。見覚えはありませんが。もう私の知ってる人はいないですね、と。でも、ジャルダンでハマツに会ったって言ってんですよね。そうだ、ジャルダンでハマツに会ったって言ってんですよ、これ。あ、でもこの人じゃなかったのか。この写真がハマってる人なんて、もう私の知ってる人には、と。で、平久さんは知らないって言うんだよね。はあ。じゃあ、フルーレ行ってみますか。はい、挨拶しましょう。相手のこと聞いても仕方がないね。他の人。これで二人とも死んでしまったと。カリア、聞いたことがあるような、ちょっと変わったかもわかんないね。あ、知ってますよ。原宿にある小さなマンションメーカーの。あの人のデザインするブラウス通り、絵の雰囲気の人、なんていうかミステリアスな感じね、と。ああ、そうなんだね。ゆかりのことを詳しく聞きたいんですか、と。事件前の様子。死んだ姉の仇が、毛利さんと知り合ったおかげで、死んだ姉の仇が撃てるかもしれないわ。でもこの人、この二人は恋人同士なんですよね。敵討ちを手伝ってくれると言ったのかしら。それとね、事件の前の日に電話したとき、後ろで子供の声がしたわ。あの子、一人暮らしだし、親戚見なかったのよ、確か、とね。両隣も子供はいないの、テレビの声って感じもなかったし、変よねーって。ね。事件の前日、ゆかりに電話したら、毛利さんが殺されたわ。私も殺されたかもしれない、国子。私怖いわ。私、人を脅迫したの。それがって何かわけのわからないことを言ってんのよ。それで、今日そっちへ行くからって言ったの。でも、電話の後で編集長に印刷所に校正に行けと言われて、それが夜までかかっちゃったのよ。で、翌日、彼女の部屋に行ったら誰もいなくて、と。性格ね。彼女は私より若いのよ。かわいそうに。仕事熱心で明るい子だったわ。性格は、まあ、ちょっと勝ち気だったかもしれないな、と。こういう関係。この前殺された毛利さんが彼女の恋人だったのよね。それ以外は業界の関係者にはいろいろ知り合いがいたみたいだけど、特に誰と親しいかは、と。これも知らない知らない知らないだね。
安住さん、ああマンションメーカーのね。あ、これ聞、あれ聞いたねこれ。ああそうだね、これ聞いたわ。他の人のことを聞く。あ、そうか、他の人のことを聞くだね。もうフローレの編集長、余計なこと言うと怒られるしね、クッカッカッと。怖くて優しいフローレの編集長、余計なことを言うと怒られるしね、クッカッカッとか。お、ゆかりのお姉さんね、7年前に自殺したらしいのよ。ゆかりが短大に入るため上京してきた時に、彼女自身がその死体を見つけたらしいの、ショックだったと言っていたわと。はい、楠田さん、あの人の奥さん、有名な女優の楠田美奈代さんなのよ。知ってる？これは事件の捜査に関係ないか、へへへと。うん、君原さん知らない、めぐみさん知らない、事件のこと知らないわね。ゆかりが欠勤の電話をかけてきたとき、私が受けたんですが、なんか様子がおかしかったわと。マンションメーカーね、定番っぽいブラウスしか作っていないのよと。DC ブランドでは一番成功した会社ねと。クローンってこの業界の言葉なの？知らない、不調かなと。この業界は不調が多いから、お店で食事やトイレに行くときにお客さんに分からないのに不調で言うのと。マニュアルにちゃんと載ってるのよ、こう言いなさいって。やーねーと。はい、ゆかりが最近取材したサンプル屋さんねと。日本縫製を専門にやっている会社を編集長なら詳しく知ってるんじゃないかなと。パタンナーとは、パタンナーってのはね、洋服を作るとき布地の形を決める仕事よ。服は立体だからねと。平面の生地をどう切って組み合わせればデザイナーのイメージ通りの服になるかを考えて形を決めなければならないのよ。結構難しい仕事よと。あー、パタンナーってそういうことなのね。服の設計者か、布地の形を決める。あ、そう、設計者だね。あ、デザイナーが設計までするんじゃないんだ。てっきり私はデザイナーが生地のパターンまで組むのかなって思ってた。そう言っちゃうとパターンなっていう仕事がなくなっちゃうもんね。あ、デザイナーって本当デザインするだけなの。お、まあまあアイデアだからね。アイデア一番大事なところだもんね、アイデア出すとこだから。はい、何か見せましょう。はい、シーチングの服ねーと。はい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 、犯人は男ねと。あ、ゆかり、私があの時すぐに行っていればと。この人がハマってる人なら知らないのねと。さあ編集長読んでみましょうか。あと私分室に資料室行こうとしてるのに資料室行ってないね。困ったもんだ私にも本当に。はい、他のどこと聞きましょう。はいはい、昔聞いたことがあるってね、わからないわと。ファッション関係の人と。知らないと。フリーのパターンなんよと。フリーでやるだけあってなかなかしっかりした娘ねと。さあ知らないね、ファッション関係の人と。知らないねと。あ、ドルチェの社長の安住ねと。彼女はやり手の社長だけどと。身寄りが一人もいないせいかと。藤森さんね、ドルチェのブラウスはと。はい、光月さんね、さあ知らないけど、でも最近この名前を聞いたような気がするな。いつどこで聞いたのかなと。さあ知らないねと。彼女のことを詳しく知りたいと。事件前の様子、最近、彼女は最近特に張り切っていたのねと。取材も指示せずともっと遅くまで熱心にやって、最近の取材の内容は、業界で最近クローズアップされている職業は。そうだね、事件前の行動、彼女は風邪をひいたので休むということで2日前から欠勤していたんだよと。そして今日死んだという知らせを聞いたってわけだ。その間彼女は何をしていたかはわからない。この風邪嘘っぽいですね。彼女は仕事熱心で明るい子だったよと。こういう関係、殺された毛利豊が彼女の恋人だけど、2人とも殺されてしまったわけだ、かわいそうに。その他の友達なんかは別に編集部の国子くらいじゃないかなと。なら次は香織さんだね。そういえばゆかりにはお姉さんがいたって聞いたことがあるよ。でもだいぶ前に自殺したと言ってたなと。はい、まだ30代で年収何億だからねとね。はい、君原さん、さあ知らないねと。毛利君の妹もファッション関係の仕事をしていたとかね。やっぱりそうですよね。ゆかりが前に言っていたがその人のことかなと。事件のこと、気づいたことね。
編集部のに女の人からゆかりの住所を問い合わせる電話がかかってきたそうよと。この時代だったら多分教えてたんでしょうね。今だったら絶対教えちゃダメですけどね。ね、カリア不動産。チンダモーリ君の勤め先だったのと。ドルチェね。はい。ソバージュね。ハウスマンの会に行ってましたね。クローンね。ジャルダン。ジャルダンはゆかりが記事を書いた見本縫製の会社よと。その会社がどうかしたのと。あ、これ住所を教えてくれたんだよね。何かを見せる。楠田がこの服をソバージュの商品の盗作だと言ったの。しかしそれはそうとばかりとも言えないのよと。最近の DC ブランドはその会社内のデザイナーがデザインせず、外注になるんですよね。で何百万円も出さすのでと。いろいろ漏れるわよねと。スーツ姿はうちのゆかりだねということですね。看護婦姿の人は知らないけど、ゆかりの姉さんじゃないの。彼女は確か看護婦だったと聞いているよ。もう一枚の写真は知らないねと。あ、ここでもこういうヒント得れたのか。エジプト布のハイゲージの布だねと。男性の男物のメーカーの人に見せればどこが作ったか分かるかもしれない。男物のメーカー、平下さん。いや、平下さんも大したこと言わなかったと思うんですよ。まあいいものだよとは言ったと思うんですけど。そうだ、この写真の男がハマツだよ。そういえばこの男どこかで最近会ったことがあるなって言ってるんで、これで、あ、違う。あ、でももうこれで平下さん聞いてもダメなんだよね。すぐそこでフラグが立つっていうわけではないんですよね、このゲームね。話し終えましょう。はい、ああ、もういい時間になっちゃった。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。